まさかのプレーでスコアボードが動いた。現地8月6日にパリ五輪、女子サッカーの準決勝で、スペインとブラジルが対戦している。フォト2024年夏の遺跡市場で新天地を求めた名手たちを一挙紹介。先制したのはブラジル。開始6分、スペインの GK コルはバックパスを大きく蹴り出そうとするが、放たれたボールは、なんと味方のパレデスに当たって跳ね返り、 ゴールに吸い込まれてしまった。記録はパレデスのオーンゴール。SNS 上では、やっちまったなぁやらかした、オーンゴールはあかんわ、まさかのミス、ひどいミスで失点、なんちゅう失点してんのよ、tiktok でバズりそうなミスしてて笑った、といった声が上がっている。両チームはグループステージでも対戦しており、2対0でスペインが勝利。 今回はブラジルがリベンジを果たすか